今のお話の中で暗黒騎士という話もちょっと出ましたけど、あの暗黒騎士のジョブクエストとても面白かったです。これ大変、これはもうです、各リージョンからたくさん寄せられました。で、先ほどもちょっとありましたが、このシナリオに込めた思いや、あの執筆時の他のエピソードがあれば教えてくださいということですが、あの自分の書いたシナリオのエピソードとか込めた思い語るのってすごい難しいないですか。なんかこうギャグのネタを説明させられてるようなこうやせないまあ、ね、自画自賛するしかないもんね。そうなんかあるので、これ説明します。いや、いいんじゃないですか。どうぞ。じゃあすいません、何言ってるんだと思いながら聞き流していただけると思うんですけど、暗黒騎士の仕事に取り掛かるときに最初に思ったのが、やっぱり歴代の FF の暗黒騎士を見ても、暗黒騎士ってこう何かを削って力を得るジョブだなというのをすごい感じていて、まあ、それってそのかっこいい自己犠牲でもあると思うんですけど、例えばちょっとすいませんお借りしますね。あ、いいよ、はい、ここに暗黒騎士のモルボルがいるとしてで、その仲間のマンドラーちゃんがいるとして、モルボル的にはマンドラーちゃんのことが大切だから、こう自分がこう苦しんででも暗黒の力を発動して力を得て戦うわけですけど、このマンドラちゃんがモルボルのことをちゃんと大切に思ってたら、そんな戦い方しないでって思うと思うんですよ。で、こいつらってお互いが大事だったら大事だったらほど、なんだろう、絶対心で苦しむ部分があると思っていて、そういう不器用さのやつ、不器用な人たちの不器用に貫いてしまう愛情をかけたらいいなと思って書いたのが今回の暗黒騎士のお話になります。暗黒やった人はあのシーンねとかあのセリフねっていうのが分かる気しますね今まで。暗黒騎士、その今日も会場で暗黒騎士の話の続きとかっていう話をたくさんいただいたんですけど、あのお話の続きっていうのはなかなか今すぐにどうこうというのは難しいなと思ってはいるんですが、あの暗黒騎士の話って結局主人公とか暗黒騎士のあり方の話だったと思っているので、暗黒騎士をクエストを経た方には今後私のその担当の別のシナリオがまた違った見方ができたりするっていうのもあるんじゃないかなという場所が結構ちょいちょいあったりするので、まだ心にフレイを連れて旅をしていただけると嬉しいなと思っております。かっこいいな。待ってください、恥ずかしい。これ以上勘弁してください、はい、じゃあ次の質問いきましょう。